皆さんこんにちは。古いカタログを見ようじゃないですか。インパルス、すごいです。スズキ GSX400FS インパルス。さあめくってまいりましょう。あ、これはね、竜陽テストコース、乗っているのは水谷勝さんでございます。今70いくつ、おいくつぐらいですかね。すごい方なんですよね。伝説めくってまいりましょう。あ、ちなみにこちらはですね、ミスターバイク BG 2011年11月号の付録でございます。はい、本当はこう三つ折りらしいんですけど、ちょっとね、紙面の都合上こういう風になってますか。こういう風なのかな。やばくないですか。赤に黒、ちょっと吉村のイメージがありますけどね、はい。TSCC プラス GS1000R 譲りのサイクロン、こっち行くんですね。 4-in-2-1 レーシングサウンドをストリートに炸裂させる、すごいですね。ザ・レーサースピリットマシン、インパルス。インパルスはそういうバイクなんですよ。すごい。さあ、サイクロンです。サイクロンエキゾーストシステムね。サイクロンっていうと、要は爆発よ、この爆発に順番にこう液体が集合されてるんですよね。そう、4本を1本にしてるので、4本をこういう風に4本こう出てきて、こうやって普通やんないですよね。やっぱりこう出てきたやつをこうやってこう縦にこういう感じでやるんですよね。でこうですね、こう4つでやるんですけど、1234って順番に結構なってるんですよ、あれ。でも爆発感覚って1234じゃないんですよね。1234って爆発しないんですよ。ね、1243って爆発するらしいです。違うんですか？まあ、一応ね、はい。そうすると、それをね、こう、順番にして、だから、これが1234になっちゃってると、123、こういう風になっちゃうんだって、ね。順番的に1243だから、こう。ね。こういう爆発順、こういう風に、4本がから来るわけだね。それをこう順番に回るようにすることによって、こう渦を巻いて後ろに出ていくっていうあれですよ。ですよね。で、いいですか、それで、ね、ペットボトルの水をそのままやってもボボ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 って出るのか、それともこう回転やってやるとね、シュワーって出ていく、ね、その違いです。渦を巻くんです。1,2,4,3 の爆発順序と同じ順序にエキゾーストパイプを配列させているため、排気ガスは集合部分から旋回する。このため排気ガスはより高速にスムーズに放出される。それがサイクロンシステムだ。 TSCC プラスサイクロン 4-in-2-1 吸入圧縮圧縮爆発排気、これが4サイクルエンジンだ。48馬力 3.5kg、 ハイパワーの実感は数字をさらに上回る。すごいですね。 400cc だからね、まあ、48馬力っていうのは、まあ、比較的ね、マイルド、今となってはですけどね、自主規制なんか今ね、もうなくて、60何馬力なんていうのはね、鈴木さんありましたけど、まあ、なくなっちゃったね、はい。字が小さいんですよ。ビッグパワーと低燃費を両立させて、ブラック TSCC はさらに加速する。と書かれてございます。インパルスに搭載の DOHC16V4 気筒エンジンは、4バルブのメリットを徹底して生かした鈴木の誇る画期的な燃焼方式 TSCC 二化硫燃焼室を採用、独特な形状の燃焼室は吸入された混合気に2つのスワール、渦の流れですね、起こし、強いスキッシュ効果と相まって理想的な燃焼状態を作り出している。また燃焼室中央にあるスパークプラグは燃焼スピードを短縮し、高回転での燃焼を確実なものとする。この結果、精悍なブラック TSCC エンジンは最高出力48馬力1500回転、最大トルク 3.5kg 8500回転の強力なパワーと、60キロ低地燃費40キロリッターの低燃費を記録。しかも TSCC の特徴で低回転から高回転に至るまで幅広い高トルクと鋭いレスポンスを発揮するため、体感パワーは数値をも上回る強烈さを持つ。アジャストスクリューによるバルブクリアランスの調整機構、フルトランジスター点火方式による完全なメンテナンスフリーカー、配合型サイレント、カムチェーン、吸入気温を低減する2ボックスタイプの大型エアクリーナーなど、整備性や周囲の環境への配慮も万全。
インパルスを狩るライダーは TSCC の威力、16本のバルブの持つ真の意味を、その鮮烈な走りの中に見出すであろう。素晴らしいね、素晴らしい。いやーいいね、ハートを震わせるレーシングサウンド、回転する、あ、失礼、旋回する排気ガスが比類ない排気効率を実現するサイクロンタイプ4 into 1マフラーね。カタログってのはこうじゃなきゃいけないですよ。ずっと説明があったけど、最後の最後でね、真の意味を、もうそこだけ、おやばいですね。カタログたるものね、こうじゃなきゃいけないです。サイクロンタイプ4 into 1マフラー、レースの世界ではなくてはならない高効率エキゾーストシステムである。一般的な4 into 1マフラーは集合部分で各気筒の給排気、給排気パルスが互いに干渉し合って排気を促進するだけだが、サイクロンタイプはそれに加え爆発順序と同順に各エキゾーストパイプを並べて排気ガスを旋回させるのだって書いてある。させるのだって書いてある。なんでここだけこういう書き方なんだろうな。まあ基本的にこれですね、うん、そういう口調だけどね。いいですね。これにより排気スピードは飛躍的に向上し、パワーバンドが大きく広がる。微妙なカーブを描く美しい形状やパイプの直径など全てが高度な技術の上に計算され尽くされている。 TSCC とサイクロンタイプ4 into 1マフラー、今夢のパワーユニットが実現した。エンジンの耐久性、コンパクト化に貢献するオイルリザーバータンク、エンジンのコンパクト化、最低地上高の確保、オイル潤滑の安定化を実現させたオイルリザーバータンクを装備、インパルスの高品質を象徴する。パワーを最大限に走りに生かす6速リターン式トランスミッション。トランスミッションはフラットなトルク特性にマッチしたレシオに設定、スムーズなタッチで小気味よいシフトが楽しめる。軽量171キロ、ドライ、レーシングライクな操縦感はもはやスーパースポーツを超えた。モーターサイクルサスペンションに革命をもたらした ANDF をダブル装備、アンチノーズダイブ機構ですね。そう、80年代はついてました。ダイブしないんです、はいね、そう、そういうのついてましたね、はい、そういうのついてたんですよ。ブレーキに連動してるやつもありますけどね。スズキが他に先駆けて開発し、いいですか皆さん、こういう機能っていうの、これをね初めてスズキさんですね。スズキです。素晴らしい。世界で最初に市販車へのフィードバックに成功した ANDF。 制動時のノーズダイブを防ぎ、走安性を向上させると同時にソフトなサスペンションにより快適な乗り心地と優れたロードホールディングが得られる。文字通りの画期的メカニズムだ。現在のあらゆるレーシングマシンやスーパースポーツのサスペンションに多大な影響を与えた ANDF をインパルスは左右ダブルに装備、完成度をさらに高めてインパルスにレーサー感覚のハンドリングを与えている。ブレーキングではもちろん沈まないんだけど、普通に走った時はもちろんこう動きますよ。あれですね、テレレバー BMW のね、ね、要はこれですよ。これを違うあれから言ってるね。今はやめて電子制御になったら、もう別になくても大丈夫だからって言ってね、そういう風になってます、ね、真似したな。真似はしてないか。みんなこうやってましたね当時はね、80年代はみんなこれでした。細かいショックもスムーズに吸収するセミエアフロントフォーク。あ、そうですね、あの空気上に入れるのね、あのついてましたよね、はい。ダブルディスクブレーキの強力な機械味はワインディングロードで進化を発揮する、ね、すごいですね。軽さと高い剛性を誇るのは鈴木伝統のスターキャストホイール、ね、星型キャスト、これやっぱ鈴木さんのアイデンティティみたいな感じですからね。いいですね。カタラもね、やっぱあのホイールが一番。ちょっとあの、時間の都合じゃあんま長くなっちゃう。30分、40分になっちゃうとね、皆さんもう勘弁してくれと。鈴木に感染し、鈴木になってたらどうするんだよというね、方もいらっしゃるかと思うので、そろそろ。すいません、はい。いやー、すごいね。さあ、そしてね、こうめくると、もう一番、要はこう、ページがね、こうなって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 るんで、あれなんですけど、ね、ロードによって、セッティング、世界初の減衰力左右同時リモコン調整システム RCDF 採用。リアサス、リアサス日本サスじゃないですか。日本サスね、これ日本サスですよね。日本サス、日本サスなんだけど、サスペンションの減衰力調整をなんかこう手元のあれでねいじれるっていう、走りながらだからできちゃう。
かも同時だ、手動だ、リモコンなんですよ、ラジコンじゃなくてね。だから電子制御でもない、ボタンでやるわけでもない、自分でパパッとその場で手元までできるっていう。リモートじゃないんですよ、あのプリロードアジャスターじゃないんですよこれね。減衰サスペンションの、あのオイルのね、変える。インパルスにはかつてどんな車にもないとっておきのニューメカニズムが存在する。これがいいですね、世界初っていうね、こういうのがいい。 RCDF、 もちろん鈴木ファンだったらもう何の役か分かると思うんですよね。リモートコントロールダンピングフォース、減衰力左右同時リモコン調整システムがそれだって書いてある。タンク下にあるダイヤル式コントローラーによって4段階か、左側についてるんだね。リアサスペンションの減衰力を4段階に変化させることができるのだ。これ伸び側ですかね、やっぱりね、うん、しかもシートに座ったまま左右同時にである2つあるからね、ピンスパナーでこんな回したりし、あ、それはプリロードだダイヤルとか下についてるのもありますけどね、あれ左右同時じゃないからね、一個自分でやんなきゃいけないから両方ね、うん、スプリングの5段階調整と合わせると、まあ、スプリングはこのピンスパナーでね、もちろんやる、マイナスあれか、ドライバーの丸い先のとが丸いやつでピン入れて回すやつ、はい、でそれは5段階なんですよ、ね、そうすると20通りのサスペンションセッティングが出せるわけですね、選べるんです。フロントフォークのエア圧調整も含めれば無限の範囲でセッティングが可能なのだ。市街地を走るときにはソフト面にセット、48馬力のフルパワーを駆してインパルス本来のレーサーフィーリングを味わうときには若干固めにセット、あらゆる状況に素早く対応できるサスペンションの誕生だ。素晴らしいですね、世界初しかも日本サスで両方同時にやっちゃう。バネが重量1キロの軽量化はバネ上の10キロに相当するという軽量アルミスイングは見ました、今覚えておいてくださいこれね。バネ下重量1キロの軽量化、要はサスペンションの下側のやっぱホイールだとかブレーキだとかそういう部分で、それを1キロ軽くすることによってバネ上の10キロに相当するんだ。バネ上10キロ軽量化したのと同じことに相当するんですよ、覚えておいてください、覚えておいてくださいね。バネ下重量の軽量化はモーターサイクルのロードホールディングや乗り心地などの性能に大きなプラスをもたらし、ブレーキ性能や加速性能、強いては燃費にまで好結果を与える。しかしエンジンなどの重量物を含んだバネ上重量に比べるとバネ下の軽量化は至難の技、まさにミリグラム単位の作業となる。レーシングマシンで実証されているようにスイングアームは軽量なアルミ、しかも剛性の高い角パイプがベストで、インパルスはこの贅沢なアルミ角パイプスイングアームを採用。ピボットにはフリクションロスを大幅に低減するニードルベアリングを採用した。レースで得たフレーム作りのノウハウはコンピューターさえかなわないすげえ、コンピューター解析じゃないんですよ。現代のエレクトロニクス技術は、エレクトロニクス最近使わないですね、エレクトロニクスって言葉ね。なんかあのメカトロニクスとかいうなんかことを歌っているあれがありましたけどね、どっかのメーカーね、違いましたっけ、その車両だけでしたね。瞬間近未来なんて言ってね、ほざいてましたけど大丈夫ですか、それぐらいで大丈夫ですか、大丈夫ですか、ほざいてましたけど、何それだけじゃん、次からもうないじゃん、何なんだあのメカトロなんとかっていうのはってね、はい。技術はモーターサイクルの設計にも大きく貢献し始めている。しかしことフレームの構造が与えるライダーのフィーリングということに関しては GP レースでの極限状態におけるノウハウが物を言う。インパルスのダブルクレードルフレームは鈴木のレース経験が生かされている。軽量さ、強度、剛性の高さ、バランスの良さ、そしてライダーへのフィーリングの素晴らしさこそチャンピオン鈴木の進化、チャンピオンです、鈴木はチャンピオンなんです。レーサーからのフィードバックは優れた安全性と快適性にも及ぶ、ね、でまあ、ヘッドライトだとか、ね、15リッターの燃料タンクだとか、各種スイッチも操作しやすいレイアウトだとか、ね、ハンドルはジュラルミン単造です。ホールドの良い2層のクッション式シートだとか、ね、豊富なジュラルミン単造パーツが使われています。左右ステップ、そしてピリオンステップ、マフラーステイ、ブレーキペダル、シフトレバー、ジュラルミン単造仕様、品質の向上と軽量化を実現しているということが書かれてございますね。カタカナインパルス、やばくないですか、欲しくなっちゃいますよね。空冷ですこれね。この後は水冷のインパルスが出ますけど、エンジンのこのやっぱ似てますね、このね雰囲気ね、やっぱ似せたんですね、はい。そして
from the cockpit。 出てきましたよ。すごいですよ。サインが入ってね。いいね。水谷雅美、国際 A 級鈴木契約ライダー。鈴木ワークス入りして2シーズン目、今年の全日本ロードレース選手権では初戦から第5戦まで RGB500 を借り5連勝と快進撃を続けている。そう、これはですね、1982年のカタログでしたっけ、これね。そう、このカタログで1982年のカタログなんですけど、このカタログが出る時点では前線5連勝5勝してるんですよ。で、最終的には 7勝全勝してる。7戦全部鈴木の独占、水谷選手の独占、これが鈴木です。よろしいですか。いいですね。気持ちがいい。一瞬なんか静まり返った感じですね。水谷選手の、ね、これが書かれてますよ。多分そう、水谷選手が書いてんじゃん、言ってるかどうか分かんないけどね。最近なんかね、なんかこの間 NHK でなんかそういうの見て、ブロマイドのやつね、騙されちゃう、ね。レースはマシンにとってはいわば試練の場ですね。幾重もの関門を突破してきた技術のみが市販車にフィードバックされます。レースの成果を結集したインパルスにはレーサースピリッツが息づいています。たまらんね。はい、ということですね、 GSX400FSGK72A、たまらんですね。 399cc 53mm×45.3mm 圧縮比 10.7、素晴らしい、はい、まあ、そんな感じですね。まあ、カラーリングはね、これこの黒に赤いいですね。黒に赤ね。でサイクロンシステムついててね、一応ですね、マーブル カナディアンブルーパールシャイニーホワイト、キャンディーパールレッドパールシャイニーホワイト、スパークブラックキャンディージプシーレッド、あとソリッドカラーで、単色ね、単色もあるんですよ。マーブルピュアレッドパールブラックブライトシルバーメタリックということで、いやー、スペースブラックキャンディージプシーレッドっていうんですか、この赤黒たまんないですね。これはいいわという感じで、はい、今回は鈴木、GSX400FS インパルスのカタログでございました。はい、はい、バネ下重量1キロの軽量化はバネ上何キロに相当するとカタログに書かれてましたか。はい、その通りです。そのことをよく覚えておいてください。それではまた。